どうも、こちら。はい、今回ですけども、今日はですね、ちょっと急遽ですね、大きな動きがあったんで、それがあったので、ちょっと今日急遽動画撮ってます。で、それが何かと言いますと、今日ですね、たまたま昼過ぎぐらいに、ちょっと携帯見ましたら、メールが来てまして、で、そのメールがなんとですね、前回話してた、まあ、結構今 SNS でも話題になってる、シュプリームのウェブ抽選ですね。そちらのメールが来たんで、そちらの方をですね、ちょっと共有したいなと思います。で、前回は、東京エリアの方ですね。東京エリアの方が、QR コードもらって、まあ、今後一部の商品に関して、ウェブ抽選しますよっていうような案内を受けてるかと思うんですけども、まだ名古屋に関してはちょっとそういうのは受けてないんですが、で、まあ、今後これどうなのみたいな感じで、なんか今いろいろと話題となってまして、で、しばらくちょっと動きがなかったんですけども、急遽今日突然来まして、で、しかも今回この内容を見るとですね、まあ今回、まあウィーク6ですね、からもう早速試されるみたいですね。で、見るとですね、エリアは原宿、渋谷、代官山ですね、まあ東京の店舗になるんですけれども、こちらが、ウェブ抽選で入店の権利を得られる方式になります。はい。で、まずですね、こちらが書いてあるのが、11月3日木曜日11時。に以下のサイトにアクセスしてもらって、必要事項を記入してもらって、で店舗を選んで登録しろと。でただこれ登録するのがまあ当然シュプリームってめっちゃ並ぶ人多いんで、やっぱりなんか人数制限というか、このサイト自体もですね、登録が一定人数に達成するとサイトをクローズしますって書いてあるんで、これ11時に始まったら一斉に多分アクセスがバーッとなって、多分これ固まったりとかしないのかなとかちょっと思ったりもしますし、あとなおかつですね、日にちが11月3日、明日ですね、の11時って書いてあるんですけども、これ普通の平日働いてるサラリーマンって結構きつくないですかね、これ。11時にピタッと、まあそのまま携帯見て操作できればいいですけれども、なんか仕事中にそんななんか余裕ないっすよね。これちょっとえぐいなと思ってですね。まあ自分は名古屋なんで特にそういうのがないんですけども、まあ、ただいずれまあこういうのが導入される恐れもあるんで、まあ今見てるとちょっとゾッとしますね。この時間帯に操作できないとちょっとアウトになっちゃうんで、でしかも一定の人数達成したら閉めるよって書いてあるんで、ちょっとわやっすよね。はい。でしかもですね、あとはまあこのシステムは一部の商品に対応してますと。で、SMS と E メールの認証が必要のため、国内で契約された電話番号のみがご登録可能となりますと。で、あと、しかもこれ登録が完了しても、まあ、当日入店が確定するわけではなく、抽選により決定しますと。っていう形ですね。なんで、まあ、いっぱい応募があっても、その一部の人しか入店権利が得られないっていう形ですかね。はい。ただ一個でかいのが、入店権利を得られた方が、まあ、例えば、まあ、多分なんか番号かなんかもらえるんですかね、多分おそらく。で、番号をもらって、で、しかもその番号が例えばなんですけども、まあ、例えば300万だとしましたら、まあ、大体300万あったらいかないと思うんですよ。まあ、よっぽど、あんまり、本当にレアな商品が発売される日、まあ、例えば仮にノースフェイスとかで、まあ、300倍になったら、まあ、多分ほぼ買えないかなと思われるんですけども、それ300倍になったとしたら、これよく読むとですね、入店番号確定したにもかかわらず、当日ご来店が確認できなかったお客様に関しましては、以下、以後ですね、本とサイトの登録の参加ができなくなりますって書いてあるんで、これむやみにですね、抽選登録するとして、並びに行かなかったりすると、次回から使えなくなるって書いてありますね。なんで結構怖いですね。だからむやみになんか変なやつもちゃんとうまいことできてるなって感じがしますね。なんで本当にまあどうしてもこの日に並びたいっていう時に、でしかもなおかつこういう抽選方法だったら絶対行かないといけないっていう縛りがありますね。であとは、こちらがまあかまあ確定したら当日、確認書ですかね、この本登録していただいたお客様の本人の携帯の端末と、あとは身分証ですね。顔写真付きの身分証を持っていけばいい形ですね。まあ、運転免許だとか、
パスポートだとか住民基本台帳だとか外国人登録証明書だとか永住権証明書だとか在留カードって書いてありますね。はい、なんでこんな感じで、まあうまいことちゃんとできてるなって形ですね。なんでむやみに抽選してもいかないと次回からダメになるよって書いてありますね。まあなんで、まあどんな感じで選ばれるのか全く予想がつかないですけども、まさかこのウィーク6でこんな発動されるとは思わなかったですね。てっきりビッグコラボまあノースペースですとか、ボックスロゴの時に発動されるのかなと思ったら、意外に今回ウィーク6で発動って形になるんで、まあただ明日の11時にどんな状況になるか、どんな感じでちょっと重くなったりするのかっていうのはちょっと見たいかなとは思うんですけれども、いやー怖いですねこんなもんでちょっと決まるとちょっと怖いな。しかもこの決まった時間にこのサイトにアクセスしろっていう条件があるんで、これが一番普段働いてるサラリーマンにとってはデメリットですよね。まあ、携帯が見れるような環境じゃないとちょっとエグいっすね。多分一斉に多分みんなアクセスすると思うん で特にまあ なんとも言えないですけど、やっぱり東京とかのエリアだともう全然ね、人数の集まりが違いますからね。まあ、前回ウィーク何か忘れちゃったんですけど、人気のない州で名古屋で60人しかいなかったのに、東京だともう160人、減ってもう100人ぐらい多いですからね、その時点でも。なんでやっぱり、あまりにも人数が集まるところを最初にやっちゃうのか、まあ、そのうち名古屋とかにも導入されるのかっていうのは何とも言えないんですけども、まあ、ただちょっと内容を見ると怖いですね。まあ、運もあるし、この決まった時間にアクセスしないといけないっていうのがちょっとネックかなっていう感じがしますね、自分的には。はい。はい、ではこちら以上となります。ちょっと今回ですね、急遽ちょっと今日突然こんなメールが来たんで、ちょっと急遽動画の方となんで紹介させていただきました。ではですね、また何か、情報などありましたら、随時動画の方上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではですね、次回の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。